い、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、久しぶりにバッグの中身紹介をやりたいと思います。超久しぶりな気がする。結構ね、毎年1回ぐらいはバッグの中身紹介してるんですけれども、やっぱりなんかどんな動画が見たいですかってみんなにたまに聞くんですよ、インスタのストーリーとかで。そうするとバッグの中身紹介って必ずね入ってるんですよね。だからみんなバッグの中身紹介好きなのかなと思って、私も実際大好きなんですよ。なんか小学生の頃とかさ、筆箱変えたら筆箱見せてみたいな、なかったですか？だから人が持ってる中身のものって気になるよね。多分そういうこともあってみんな好きなのかなって思うし、私も実際好きなんですけれども、今日はねバッグの中身紹介やっていきたいと思います。今日やっていくのがバッグの中身紹介と、あと私が最近すごくお気に入りで使ってるバッグ、結構たくさんあるんですけれども、そちらをね紹介していきたいと思います。じゃあまず最初お気に入りのバッグから紹介していきたいと思います。それでからバッグの中身ちょっとやりたいと思います。私ね、インスタグラムにコーディネートを載せたりとか、ウェアっていうコーディネートを載せるアプリがあるんですけれども、それをやってて、ぜひよかったらみんなフォローしてください。それにもねコーディネートをね載せてるんだけど、その時にめちゃ去年の夏とか多かったこちら、じゃーん、これがフーズフーチコのショルダーバッグなんですけれども、めっちゃ使いやすい。もうカジュアルなお洋服にもいけるし、ちょっとガーリーなお洋服にもいけるから、本当に買ってね、去年の夏買ったんですけれども、大活躍でした。ちっちゃいポーチがついていて、で、普通のこうやってかけるショルダーのストラップと、あと肩からかけられるね、チェーンもこうやってついております。私は、チェーンで使うよりかも、ショルダーとして使っちゃってますね。で、何が使いやすいっていうの、多分ね、大きさもすごくちょうどよくって、お財布、キーケース、ちょっとしたポーチが入るから、もうこれ1個で遠出というか1日お出かけできるし、何もない撮影もないっていう時のディズニーだったら全然これでいけちゃう。でも形がすごい可愛い。でもちょっとね残念なところがあって、ここ見て、もう使いすぎちゃってるんですけれども、このショルダーの紐の長さを変えられるんだけど、ベルトみたいになってなくって、このねポッチにバホンって溜めるだけなんですよ。だからそれがねちょっと荷物を入れすぎちゃって、もう結構ボロボロになっちゃってるんだよね、ここのストラップの部分が。そこがちょっと残念なとこなんですけども、それが改善されたらもう一個買いたいなって思うんだけど、まあでもこれだけでも十分にたくさん荷物も入るし、どんなお洋服にでも合わせやすいので、私はこれすごいお気に入りです。まず一つ目のバッグ、こちらでございました。で、次、二つ目。これもね、めちゃめちゃヘビロテしてるんですけれども、じゃーん、こちら。ヌナのバッグでございます。こちらはですね、バッグというか、スマホケースとカードケースとキーケースが付いてるっていうやつでございます。これを使うときは、ちょっとそこら辺スマホだけ持っていけばいいだろうなっていうときと、あとリュックとか大きい荷物を持ってるときに、これさ、トートバッグに入れとくとさ、スマホどっかやっちゃうじゃないですか。バッグの中で迷子になっちゃうじゃん。なんかそれがすごい嫌だから、大きいバッグを持ち歩くときはこれを必ず持ち歩いてます。この中にスマホが、私これ iPhone 12 Pro Max なんですけれども、 Max シリーズでもすっぽり入るので、私はこれすごくお気に入りで使ってます。カードケースなんだけど、ここにカードが入れられるのと、あとねここにちょっと小銭もね入れられるようになっているので、そこもいい点でよく使っております。ということで次3つ目、こちらでございます。リリーストアのミニボストンバッグでございます。これもすごく可愛くって、これねショルダー用のストラップもついてきたんですけれども、私はショルダーとして使うよりかもこうやって手で持って使う方がいいかなと思って、いつもはこれで使っております。でね、ここがね多分キーケースみたいな鍵が付けられるようになっております。私はちょっと使わないんですけれどもね。で、中身こんな感じでね、ポケットがね内側に1個ついてるんですけれども、これもね見た目よりめちゃくちゃたくさん入るんですよ。キーケース、お財布、スマホ、ちょっとしたポーチとかだったら全然入るから、お洋服にも合わせてバッグ持ち替えてるんだけど、どちらかというとちょっとガーリーなお洋服を着るときにこれにしてますね。これすごく可愛くない？ちょっと高見えするよね。ということで次4つ目、これラストなんですけれども、こちらです。フーズフーチコの福袋で入っていたバッグでございます。多分1月のお気に入り紹介の時に紹介したかな。私ね最近このバッグをよく持ち歩いてるので、このバッグの中に入っているものを紹介するんですけれども、詳しく見たい方は1月のお気に入り紹介で出てるので、ぜひよかったら見てください。まだこれね多分まだ売ってます。4000円とかだったような気がする。ということで以上、私のお気に入りのバッグでございました。それでは次、バッグの中身紹介していきたいと思います。
はい、ということでそれではこちらのバッグの中身を紹介していきたいと思います。私だいたいお出かけする時とか、まあお出かけするって言ってもあんまりしないだからさ、最近本当にお出かけしなくって、美容デーとかお友達と遊ぶ時はこういうねバッグ一つで持っていくんだけど、ちょっと荷物を持っていきたいなとかお仕事の時とかはこれプラスこちらのトートバッグを持ち歩いてます。これはねビューティフルピープルのやつなんだけど、これとあとこちらマンボのトートバッグをどっちかをねいつも選んで持ち歩いてます。大体ねこっちの方が多いかな。まあカメラとか持ち歩く時は前のバッグの中身紹介で紹介したリュックをいつも持ち歩いてます。ということで中身紹介していきたいと思います。まずここにポケットがあるんですけども、ここにはですねリップと目薬が入ってます。このリップはさやちゃんプロデュースのリルアのリップです。最近ねこのオペラのリップとリルアのリップを2色使いしてます。今日もね2つ使ってます。こっちがねオペラのリップティント01番レッドですね。でリルアの方がこんな感じのちょっと深みのあるカラーです。こっちのリルアのリップだけだとちょっと私乾燥するなっていうのでリップティント、こっちね結構オイルがたくさん入ってるのでプルプルになるからこの2つをねいつも塗っております。あとマイティアシール、本当にこのね目薬がないと1日終わる。もうどこでもいいから忘れたなって思ったらどっか隙間時間を見つけて絶対に目薬を買いに行きます。本当に本当にこの目薬がないと私マジ死んじゃう。ドライアイですごくすごく目乾くし10分に1回を必ずさしてるのね。これねめちゃめちゃ最近開けたんですけどもうこれしかないんだよね。なんか他の目薬とかさ丸いさ形のやつあるじゃないですか、あれを前使ってたんだけど、あれだとねなんか目頭が痒くなっちゃうんですよね。お化粧してる時に目頭とか描くとさアイラインとかアイメイク落ちちゃうじゃないですか。それがすごい嫌で出会ったわけなんですこのマイティアシールに。こうもうね私が高校生の時からずっと使ってるからマジで10年ぐらいの付き合い。このことはこっちのポケットは以上でございます。ということで中身いきます。まあちょっとね物が変わってなかったりとかもするんですけれどもよろしくお願いします。まず一つじゃん、お財布です。これはミュウミュウのお財布なんですけれども、これ多分使って3年ぐらいかな、結構経ったような気がする。これはヒロくんからお誕生日プレゼントでいただいて、もう結構ボロボロなんですよね。私一応さ自営業だからなんか自分で確定申告しなきゃいけなくって、確定申告用にレシートを取っといてるんですけども、レシートがもう大量に大量にありすぎて出さなきゃいけないんだけど、レシートがありすぎて今閉まらない状態ですね。すごいお気に入りでねずっと使ってるんですけども、ちょっと割とボロボロになってきたので、来年というか今年の誕生日プレゼントでね新しいお財布を買ってもらおうかなって思います。ということで次こちらキーケースでございます。これもヒロくんから誕生日プレゼントで買っていただきました。ということで次こちら巾着でございます。これズートピアカフェに行った時に買った巾着セット、白クマと水色のパオンパオンのやつとでニックのやつがあったんですけども、これ今日ピンクのやつね。だから私ねいつも思うんだけど持ち物が絶対ピンクになるんだよね。ほら一番好きな色は紫なんだけど、なんか持つものは必ずピンクになるんだよね。バッグ開けると絶対ピンク。この巾着の中にはいろんなものが入ってます。まず一つナプキンです。私はねいつもセンターイン使ってます。センターインは紙ですね。まあ他のナプキンも使うんですけれども、お出かけの時とかはこうやってね結構コンパクトなのでセンターインを使ってます。ハンドクリーム、出先用のハンドクリームですね。ちょっと塗ろう。これまあ香りもいいししっとりするけどそんなに重たくならないので使ってます。次メンソレータムのリップ、これ神よね。お出かけしたりとかするときにさマスク絶対外さない人があるじゃん。でその時にこれをめちゃめちゃ塗りたくってます。であとはフロリードディークリーム、なんかね私ずっとずっと作りたいなって思ってた動画があって、すごい賛否両論ある動画かなって思うんだけど、女性の方カンジダって知ってますか？お股の方の菌の病気というかカンジダ菌っていう菌がみんないるんですよ。それがなんか増殖してなんか痒くなっちゃうっていうあれがあるんですけども、その薬、これはなんかその動画をずっとずっと作りたいなと思ってヒロ君に一回相談したんだよ。そしたらなんか変な風に捉えられちゃうかもしれないからあんまり良くないよって言われてなんか作ってないんだけど、どうかな、みんな見たいかな。まあ一知識としてなんか私もカンジダにかかったことあってすごく辛い思いをしたから、そういう子のために自分の体験談を話してその子を助けたいなっていう気持ちもあって作りたいなって思うんだけど、どうかな。見たいよって方ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、ということでポーチの中は以上です。感じだってかゆいよね、女子にしか分からん、男子もなるらしいけど。
ということで次行きます。ちょっと今コードがないんだけど、モバイルバッテリー、これアンカーのやつで、これ多分ね 2.5 回 iPhone が充電できるやつです。でもね、最近これ持ち歩かないこと多いかな。なんか駅とかコンビニとかでさ、バッテリー貸してくれるやつあるじゃないですか。なんだっけ、チャージスポットっていうさ、コンビニとか駅の改札とかにあるじゃん。それを私はよく使ってるから、最近あんまり持ち歩いてないんだけど、それがなかった時のために持ち歩く時もあるよっていうやつです。ということで次、 AirPods、 初代の AirPods、 充電の切れるスピードがめっちゃ速い。40分ぐらいこの耳にぶっ刺しとくとバッテリーもちょっとなくなりますよって出てくるから、新しいやつ欲しいなって思ってるんだけど、まだ全然使えるから使ってるんだけど。でこのケース、このケースはシーンで買いました。シーンの購入品紹介の時にちょっと出してるので、ぜひよかったら見てください。可愛いよね、この透明なクマちゃん。このケースがすごい可愛くって、新しいのにするとさ、ケースも変えなきゃいけないからさ、ちょっとこれをお気に入りでまだ使うかなって思います。こちらマロッシュ、私ねグミが本当に好きで、なんかいろんなグミを持ち歩いてるんですけども、なんか小腹が空いた時とか、なんか一日出ずっぱりでお昼を食べる時間がなかったという時にちょっとつまめるように、必ずグミをバッグに入れております。たまたま今日はねマロッシュでした。であとね、最近食べて感動したんだけど、サワーズグミの2層になってるやつがあるんだけど、それめっちゃ美味しい。だからラスト、このバッグの中身ラストですね。はい、ヘアクリップです。これはファンの子からいただいたヘアクリップなんですけれども、ちょっとご飯食べる時にさ、髪の毛邪魔じゃないですか。まとめたりとかする時に使います。以上、こちらのバッグの中身でございました。でプラスでこのねトートバッグを持ち歩く時はタングルティーザー、髪の毛長くてなんか絡まるんですよ、猫っ毛だから。だからちょっとお出かけする時はこれを持ち歩いてます。マジで絡まっちゃうっていうかね、最近っていうか今日ね、新しいシャンプー使ったんだけど、めっちゃツヤツヤじゃない？なんかツヤツヤかつサラサラだし、しっとりするんだよね。アンドハニーの新しい2月の1日に出たやつを使ってるんだけど、すっごい良かった。後でまた2月のお気に入りとかに紹介したいと思います。はい、あとはですね、まあ持ち歩くのは iPad とか MacBook Pro をこの中に入れてます。であとはこれだね、また系のやつなんだけど、これフェミニーの何個、デリケートゾーンのかゆみのやつですね。今はねこれ使ってないんだけど、婦人科行く前はこれを使ってました。であとは消毒、アルコール消毒ですね。これさ、こっちのバッグに入れとけよって感じだよね。こんな感じかな。以上でございます。あー、まだこれあったどっかのお店でもらったお手拭きということで、以上、こちらが私のバッグの中身でございました。お財布とかにキーケースとか変わってないんですけれども、まあなんかが変わってたかなって思います。あと最後にちょっと紹介したいんだけど、この iPhone ケースめっちゃ可愛くない？これ Amazon で買ったの。 iPhone ケースクモオーロラって調べたら多分出てくると思うんだけど、めっちゃ可愛いよね。で中にね、タマちゃんとジェニーと浅草に行った時のプリクラが入ってます。まあそんな感じでございます。まあなんだろうね、ただ私が紹介しただけ。なんか気になる商品あったらチェックしてみてとか、そういうものじゃないから、どうやって締めればいいか分かんないな。みんな何を持ち歩いていますか？よかったらコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。